さんこんにちは。島根大学へようこそ。今日は私たちが島根大学を紹介します。さて、島根大学は一体日本のどこにあるんでしょうか。見てみましょう。島根県は地図上で見ると日本の西南にあります。ピンクで示したあたりです。島根県は東京から飛行機で1時間30分ほどかかります。大阪からは新幹線と特急電車で約4時間かかります。では島根大学は島根県のどこにあるのでしょうか。医学部以外の学部が集まる松江キャンパスは宍道湖という大きな湖の東側にあります。医学部がある出雲キャンパスは宍道湖の西側にありますね。宍道湖は夕日が綺麗なことで有名です。また島根県には日本に昔からある建物や施設、お菓子などがたくさんあり、日本らしい風情を感じることができます。はい、島根大学に帰ってきました。島根大学は日本を感じられる場所にあるんですね。宍道湖の夕日また見たいな。そうですね、綺麗ですよね。では早速大学に入ってみましょう。こちらは国際交流課です。日本での生活に関する手続きや困った時の相談窓口です。英語をはじめ外国語を話せる優しいスタッフが待ってますので、何かの不安になった時はぜひ利用しましょう。こちらは外国語教育センターワークステーションです。外国語科目の相談窓口です。優しいスタッフが待っていますので、ぜひご利用ください。こちらにはパソコンがあります。こちらには学習スペースがあります。一人でも二人でも先生とでも一緒に勉強ができます。こちらには外国語学習の本が並んでいます。こちらには日本語、英語を中心とした映画の DVD が並んでいます。誰でも閲覧可能ですので、ぜひチェックしてみてください。次は付属図書館です。蔵書数は約98万冊です。食堂の近くにあり、読書や勉強するのにぴったりです。 PC ルームやミーティングルームもあり、グループワークにも使えます。ぜひご利用ください。島根大学のメインの食堂にやってきました。入りましょう。いろんな料理が並んでいて美味しそうですね。席も広くて開放感があります。他にもパンや洋食を提供しているカフェやハラルフードを扱っている食堂もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。次は国際交流会館という交換留学生用の寮にやってきました。島根大学から歩いて5分のところにあり、とても便利です。こんにちは、私は韓国から来ました。ここで1年間の交換留学生で勉強しています。日本人のチュートだけじゃなくて、いろんな国から来た友達があって、その友達の文化とか価値観を知ることができて良かったです。ここの生活で大学や管理人やチューターさんがいろんなところから手伝ってくれて、とても安心でした。部屋の雰囲気はこんな感じです。一人で過ごすには快適ですね。こちらは島根大学から歩いて10分の島根大学学生寮です。日本人の学生も一緒に住んでます。キッチンなどが共用だから、他の学生とも顔合わせ機会がたくさんあって楽しそう。部屋も静かで快適です。私たちからのキャンパス案内はここまでです。
からは学部案内に移ります。楽しみですね。そうですね。では皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。皆さんこんにちは、島根大学国際交流センター長の出口です。これまで見ていただいたように、島根大学は島根県の松江市と出雲市という、美しく静かな町にキャンパスがあります。松江キャンパスの方は、住むところはもちろん、スーパーやコンビニエンスストア、病院等々、全てのものが歩いて5分から10分以内で、見つけることができます。東京や大阪のように電車やバスに乗って30分から1時間移動するという必要はありませんし、また物価もとても安く、安全で静かに勉強できる場所です。松江キャンパスで皆さんを島根大学の学生として受け入れることができるのは、これからご紹介する3つの学部です。総合理工学部、生物資源科学部、そして法文学部です。皆さんが学びたいと思う研究分野が、この3つの学部できっと見つかると私は確信しています。総合理工学部の紹介をさせていただきます。物質科学科の加藤です。総合理工学部は名前の通り、基礎科学から先端応用技術まで幅広く教育研究を行っています。中でもこれからの持続型社会を牽引するようなサステイナブル技術の研究開発に特に力を入れています。それから留学生の受け入れも積極的に進めています。バイリンガル教育コースは英語で講義を受けながら日本語を集中的に学んで、最終的には高い日本語能力と高い専門知識を身につけることができるコースです。皆さんこんにちは。生物資源科学部の増永です。私は入試の担当をしています。今日は生物資源科学部のことを説明させていただきます。生物資源科学部、島根大学はどこにあるのか、この黄色い部分が島根大学の松江キャンパスです。こちら以外に生物資源科学部では少し離れたところに付属農場、あるいは演習林、そして島に、沖ノ島に実験所があります。このように山、そして大きな湖、そして海といった豊かなフィールドを島根大学生物資源科学部では持っています。この豊かなフィールドで私たちは3つの学科、生命系、生産系、環境系、それぞれ名前はこちらになっています。これら3つの学科の専門を柱にして、生命機能の解明だ、農林生産、あるいは生態環境の保全などの教育研究を行っています。これらの写真というのは私たちの先生あるいは学生が教育研究を行っているフィールドの例です。こんにちは。法文学部教員の安西由紀です。私から法文学部の紹介をさせていただきます。でまず私が所属する法文学部ですけれども、3つの学科があります。それぞれの学科で、人文系の非常に、豊かな学問分野の中で授業を展開していますが、日本の社会や文化についてだけではなくて、さまざまな国の国や地域についても同時に学べるというのが法文学部の特色だと思います。ですから、法文学部での授業や、研究そのものが、異文化、多文化との、出会いであって、そして、多文化間の、交流につながっていると思います。そして法文学部では毎年多くの留学生を迎えています。でアジアでしたら、中国、韓国、ベトナム、そしてアメリカ、ヨーロッパからだと、フランスからも留学生を迎えています。
ぜひ総合理工学部へいらしてください。ぜひ、皆さんの生物資源科学部の入学を待っています。一緒に勉強しましょう。ぜひ皆さんに来て一緒に学んでいただけたら嬉しいと思います。ぜひ島根大学で私たちと一緒に勉強しましょう。お会いできるのを楽しみにしています。